藤本雄二は日本の元政治家。現在は東海大学観光学部観光学科の教授。2019年4月1日に東海大学観光学部の学部長に就任。2009年から2010年にかけて国土交通大臣政務官を、2012年には内閣府副大臣を務めた。静岡県浜松市出身。静岡県立沼津東高等学校を経て、 早稲田大学法学部卒業。ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了。1989年三和総合研究所に入社。2004年 UFJ 総合研究所を退社。衆議院議員の細野武氏は UFJ 総研時代の同僚。2004年の第20回参議院議員通常選挙に民主党公認で、 静岡県選挙区から出馬、自由民主党が坂本幸子、山下義彦、民主党が藤本、海野徹をそれぞれ二人ずつ擁立し、定数の二議席を争う混戦を制して初当選する。2009年9月に発足した鳩山幸男内閣において国土交通大臣政務官に就任。2010年6月に発足した菅直人内閣において 再び国土交通政務官に就任した。同年7月の第22回参議院議員、通常選挙で民主党の公認候補として立候補し、再選された。同年9月、菅直人改造内閣発足に伴い、同大臣政務官を退任。2012年10月、野田第3次改造内閣において、内閣府副大臣に任命され、行政改革、社会保障、 税一体改革及び公務員制度改革、行政刷新等を担当、同年12月の第2次、安倍内閣の発足に伴い、同副大臣を退任。2015年8月、翌年7月の第24回参議院議員通常、選挙には出馬せず、政界引退を表明した。2016年4月、東海大学観光学部観光学科の専任教授に着任。 2019年4月、東海大学観光学部の学部長に就任。ありがとうございます。